2012年マリ軍事クーデターは、2012年3月21日、マリ共和国の首都バマコにて発生した軍によるクーデターである。マリ共和国では1960年の独立以降、遊牧民トゥアレグ族による反政府闘争が続いてきた。トゥアレグ族は2011年リビア内戦に参加したことにより戦闘経験を積んだほか 高性能の武器をマリに持ち帰ることにより、軍事力を強化した。反政府組織、アザワド解放民族運動のもと組織化された、トゥアレグ族は2012年1月中旬により、新たに独立を求め放棄し、政府軍との紛争が勃発したが、軍内部からは、武器や資材が不足しているといった不満が生じ、また多くの政府軍兵士が死亡もしくは、 クアレグ族勢力に拘束されていると思われたことから、政府の対応に不満が溜まっていった。アマドゥ・トゥ・マニ・トゥーレ2012年、新たに国防大臣に就任した、サディオ・ガサマが不満を募らせている兵士のために3月21日、バマコ郊外のクリコロ州価値の軍事キャンプを訪れた。その場で弾薬など、武器の充実などを求められたがガサマは、色良い返事をせず、 このため兵士たちは空砲を撃つなど抗議を開始。バマコに向けて、進撃を始め、午後4時半には、国営放送局を占拠。大統領府も攻撃し、警備隊との間で銃撃戦が勃発した。スメール・ブベエ・マイガ外ガ務イ大臣や内務大臣など、複数人の閣僚が拘束され、アマドゥ・トゥマニ・トゥーレ大統領は銃撃戦開始後に、大統領府を脱出したとされる一方で、 大統領府に留まっているとも報じられるなど消息は不明であったが3月23日にアフリカ連合のジャンピン委員会委員長はトゥーレは無事であると述べた一連の騒乱で38人が怪我をし病院へと運ばれた3月22日早朝反政府勢力は自らを民主主義制定のための全国委員会と名乗り国営テレビを通じて 権力掌握と憲法の停止、また国家機関の解体を宣言。クーデターを起こした理由として、トゥーレ政権が無能な政府であり、これを終わらせることで責任を取ると決定したこと、また武器が不足していることを挙げた。また国内が再び統一され、領土が保全され、次第民政に移管することも表明した。マリ国内には外出禁止令が出され、 バマコでは、反乱兵士による暴行やガソリンなどの略奪行為が相次いだ。国営放送では、クーデターを指導するアマドゥサノゴ大尉がトゥーレ大統領に代わって、権力を掌握したと宣伝した。この混乱に乗じて奈良はさらに北部構成を進め、4月6日に北部をアザワドとするアザワド独立宣言を発表。対応を迫られた反乱軍は同日。 制裁を課してきた西アフリカ諸国経済共同体と制裁解除を条件に実権を利オン組んだトラオレ国会議長に移譲することで合意。政権の座を追われていたトゥーレは4月8日に正式に大統領の辞任を表明し、トラオレは4月12日に暫定大統領に就任。マリ共和国はクーデター発生22日後に民政に復帰した。 ありがとうございます。